皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、2月13日18時44分なんですが、昨日、有馬警察署に通報した時の、内容の音声の動画で、まず通報記録が最後の方、遮断されてると思います。まあ、これ、有馬警察署の方たちや、まあ、一般人の方たちも含めて、まあ、日本中の警察官などへの、まあ、本当にどうなってるんだろうっていうところで、まあ、それは、内容今から、どの辺のところがっていうところを今から指摘させていただくんですが、まあ、これどうしても、容量をあんまり貯めすぎるのも私としても無理なので、これは警察官の方にも許可もらって動画をアップロードしていいということで、話いただいています。で、昨日その対応していただいた、2月12日の、先ほど、これから出てくる、まあ、画面の、まあ、夜に電話に出ていただいた方、最後の方ね、何かちょっと僕の方では別の男性の方2名かな、1名かな、ちょっとまあ、言い方悪いですけども、ヘラヘラ笑うような形で、ごめんな、みたいな、声がこちらには聞こえていたんですね。で、一応これ、いろんなことを、先にお伝えしておきますと、例えば、大阪の高等裁判所だったら、何々法の第何条とかそういったところは抜けていたのか、そのまま即時抗告を出したときに、裁判所の対応する、書記官の方か、まあ、多分書記官の方だと思います。電話での応対の仕方が怖い声で言ってくるんですよ。暴力団口調みたいな形でね。絶対現場では言ってないと思いますよ。だけども、そういうふうな音声に切り替えてくるんですよ。コンピューターが。で、その話は僕は二十歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルーツアパークで勤務してる時に、教えに来てくれた人がいるんですよ。君だけじゃないからっていうことで。最初に誰かと話したからそうなってるのか、もともとそういうルールなのか、ちょっとよくわからないんですよ、僕も。で、サイバー攻撃はパソコンを打ち込んでいても、例えば自分のホームページを作っていたとかして、文字をサイバー攻撃とかで変えられたりとかします。で、これ、扱ってる情報量が多ければ多いほど、いつサイバー攻撃をくら、あの、被ってるのか、これはわからない。で、調べなきゃならないから。どっか文章おかしくなってないかなって。で、それも知ってたら無理だから。で、まあ、昨日の内容は、仮執行までの判決の勝訴で、まあ、金額は300万円ほどの貸金の、勝訴なんですけども、まあ、それをね、盗まれまし、気がついたいつの間にか盗まれていましたっていうことを、通報した、内容なんです。で、まあ、私も驚いてたんで、まあ、口調も、ちょっと聞き取りづらかったりするかと思います。で、まあ、逮捕された警察官の方に、ご質問なんですけども、最後の方の終わり方って、ああいうふうな形でしたっけ？あと、なんか最後の方でさっき私が言ったね、ごめんなーみたいな、喋り方の人いました？多分、その電話に対応されてる方とはなんかこう違う人の音声が入ってたと思うんですよ。いや、だからね、それがね、以前誰かがどういうふうな形で云々とか、その音声の主が不法侵入した人間とか何かルールあります？僕も聞いていて、最後の方に聞かされたその言葉はよくわからない。ただ、その警察官の方が絶対帰ってくるからっていうことを言ってくれたから、まあ、それをね、もう一回再生した時に聞いて僕は安心できたんですよ。だから、それを再生するまで、この録画するときにね、この後の映像で、出てきますけども、この動画と、後ほどつなぎ合わせます。で、そこで絶対帰ってくるからっていう、心強い、もちろんこれ言い方プラスなんですけども、それがあるから安心できた。だから、あんまり長い間話してると、最後の、はっきりと言ってくれたっていう、その善意ある
安心できる警察官の方だなっていう、その感覚がなくなっちゃうんですよ。そういうことも含めて、聞いていただきたいですね。で、最後の方の終わり方、なんか文章さい、あの、録音してる内容最後の方、その辺のところが、途切れられてると思うんですよ。本当はそれは一般人の人も知っておいた方が何かルールがあるんだったら、誰か不法侵入した人間の音声が最後出てくる仕組みになってるんだったら、それは一般人の人にも教えてあげた方がいいと思うし、その記録っていうのは必要だと思います。わからないですよ。僕もどうなってるのか。その YouTube 一覧表で、そのサイバー攻撃をされてる、その動画撮影してるんですけども、パソコンの打てるところとかでね、その説明と、画面見てもらったらすぐ分かります。あ、本当にサイバー攻撃受けてるわって。もう打ち込んだらすぐやんっていう、そういうふうな。こういうふうな、YouTube 一覧表の下の方のところですね。0.1番とかになってくる、ちょっと上のところに、これですね。で、あとは、ちょっと動画つないでおきます。以上です。内容を確認してください。
昔誰とどういうふうな会話を交わしてっていうところ、急にその教えてもらったりしたときに、結局相手にお金を貸さされる、こちらは貸さなきゃならないみたいな形になって、お金が返ってこなかったっていうケースで、お金なんか人に借りたり貸したらあかんよ。分かってます、分かってます。で、分かった、でそれ自分でやっぱり持っとかなかったたら、あと記録をつけて、で今さっき思ったのが、写真を写して自分のホームページに貼り付けておこうと思って、それしようと思って探したら、あれこの間まであったのにないってなったので、それ一回怖かったから自分のカバンの中に入れて持ち歩いてたんですけど、やっぱりもう何週間か経過したら、もうやっぱりカバンの中がちょっと出した時にとかで、もうそのまま次入れる時と、そんな大した大事な書類ではないの。いや、まあけど、もうその内容とか、やっぱり聞いてもらったら、昔のやつ？そうですね。だから僕はどういう目に遭ってきたかっていうところで、あなたの生い立ちが書いたやつ？いや、じゃなくて、お金を貸した、その、判決の勝訴、仮執行までの勝訴。お金の書類やな。そうそう。で、その時もね、生活保護の係の人に、あわいくん、仮執行まで済んでるのに、なんでそのまま執行せんかったんって、聞かれたんですけど、僕もその時、あそこ、神戸地裁って、執行官室2つあるじゃないですか。外出たところと中の執行官室で、外出たところのところだと思って行っても、いや、こうじゃないですよって言われて、また戻って、で、いや、もう、いや、あそこ、しかないのに、なんでやろうと思って、で、いや、あそこ、どこそこですって言われて、僕はまだ外の、そこしか見当たらないし、なんか、言い方間違えたのかなと思っても、何回も、そこ行って、結局、もう、建物の中にある執行係の部屋、あれが分からなかったんですよ。ああ、分かった。で、ほんなら、阿部さん、さっきもお願いして、向こうなら探してみてな。それと、警察官も行けへんからね。それだけ了解しとったよ。ごめんなさい、この回は以前もしたと思います。すいません、探していただけると助かります。まあ、それは一回、またもう一回家の中見てみてな。はい。な、はい、で、警察官行けへんから、それ了解しとったよ、はい。ちょっと行かれへんからね。なんとか入ります。はい、お願いします。はい。はい。